こんにちは、ブース。今日は9月10日のライブで披露された月と星が踊るミドナイトのセンターの話をしていくよ。あまり長い話にならないと思うのでさっさと行くよ。あれ、まとめとか語らないの？じゃあ行くよ。今日のインデックスはこんな感じ。あ、インデックスの読み上げはいいよ。ちょっとしつこい頻度になっちゃう。じゃ、キャプチャは概要欄に貼っとくけど、私も読み上げないね。まずは斉藤京子、センターおめでとう。斉藤京子、センターおめでとう。なんというか、ほっとしました。順当という言い方も違うんだけど、日向坂46が次の章に入る前に斉藤京子にはセンターになってほしかったんだ。だからこそ、僕なんて、の私のセンター予想は斉藤京子だったんだ。どういうこと？これまでさ、アルバムリード曲も含めて、センターをやってきたのは小坂直、加藤志穂、佐々木美玲、金村美久なわけ。ここに斉藤京子がいないのは寂しい。ランキングしちゃうのもおかしい話なんだけど、金村美久よりも斉藤京子のがセンターに近いと思ってたのさ。こんだけはっきり言えるのはうぷ主が金村美久推しだからです。言葉の使い方がおかしいけど、身内の気やすさというのかな。でね、ずっと新芽をやってきた加藤志穂と斉藤京子。なんとなく、太陽の加藤志穂と月の斉藤京子のイメージがあるから、加藤志穂が先にセンターを務めるだろうけど、その次は斉藤京子だろうと。総合力はわからんけど、歌なら斉藤京子がピカイチなんだから斉藤京子がセンターにならないわけがなかろうと。マリサ、ギリギリだぞ。ちょっとでも踏み間違えると低評価の嵐になるようなこと言ってるぞ。推しの欲目としては佐々木美玲にアルバムリード曲だけじゃなくてシングルのセンターにも立ってほしいと思ってる。けど、やっぱり斉藤京子のセンターの方が先だと思うんだよね。で、さっき言ってた日向坂46の次の章って何さ？日向坂46の次の章の幕開けって、上村ひなのセンターだと思うんだよね。そこで一区切りがつくような気がするんだ。日向坂46のスタートと同時に入ってきた上村ひなの。このグループの未来そのものなんだよね。上村ひなのセンターの前と後ろで何かが変わるわけじゃない。それまでセンターをしてきたメンバーがその後はセンターに選ばれないって話じゃない。でも、上村ひなのがセンターになる前に加藤志穂、斉藤京子はシングルのセンターに一度はなっておくべきだと思ったんだ。あんたの杓子定規なところだね。無駄に物事を視覚に捉えようとする。結局、僕なんか、のセンターは復帰した小坂直だった。そして今回のセンターを予想するなら上村ひなのだったんだ。だけど、それが外れてほっとしているところがある。それが日向坂46が次の章になる前に斉藤京子がセンターになってほしかったってことね。そんなわけで、私個人としては上村ひなのがセンターをする地盤が整った。次のセンターは上村ひなのでしょう。4期生を引っ下げてのシングルになるでしょう。うん、次のシングルのセンターの話は次のシングルの時にしよう。そういえば、今回のシングルは4期生は参加しないの？しないんじゃない？っていうかしないよ。もう披露されていて、その中に4期生がいなかったんだから。本当はフォーメーション予想をしようと思ったんだけど、フロントは決まっているから予想しても面白くないし動画にするのやめたんだよね。フロントはジャケ写を見るに加藤志穂、小坂直、斉藤京子、金村美久、佐々木美玲。推しの二人が並んでいるのが幸せね。他に高瀬真奈や山口春代の2列目説とか上がっててジャケ写だけでみんなが盛り上がってる。そんなわけで、予想するのも半端だし、楽曲が披露されているはずなんだけど、SNS には感想が上がってこないし、センターの話をするしかない。なので、こんな短い動画になりました。4期生が参加しないのはともかく、宮田真奈も参加はなさそうね。その後、休養に入った牛尾紗理奈もパフォーマンスに参加するのは難しいかな？宮田真奈もアリーナツアーに参加していないってことだからね。日向坂46の映画の中で体力つけろ。って説教されてた時から、頭の隅っこにはあったんだ。宮田真奈もは大丈夫かなって。もともと文学少女で体力がある方じゃない。さらに病からの長期休養してたし、その病とはずっと付き合っていかないといけないみたいなこと言ってる記事を読んだことあるから、日常生活は問題なく過ごせるかもしれないけど、ライブじゃ、踊って着替えて走って踊って、セット裏を身をかがめて中腰で走って踊っての繰り返しだから厳しいかもなって。参加するパフォーマンスを減らしての参加も優しい彼女は胸を痛めてしまうかもと感じてた。その辺は少しブログに書いてあったね。宮田真奈もがメディアで見れなくなるのは寂しいけど、彼女にとって楽しいことはアイドルだけじゃない。本に埋もれて彼女らしく楽しく生活してほしいね。牛尾紗理奈は左肩の痛みで1ヶ月休養です。大丈夫かな？忙しさからの体調不良の一つだと思うんだけど、例の病気もあって、全員集合っていかないね。ゆっくり休養して、ついでに精神的にもリラックスしてもらって、また元気に8位。って言ってる姿を見たいね。
ちょい話がずれるんだけど、ライブでの例の病気対策はがっつりやっているみたいね。それでも感染者が出ちゃうんだけど。そうなの？乃木坂工事中でさ、メンバーは楽屋でがっつりマスクしてたよ。あれで感染しちゃったら、もうしょうがないってレベルでした。さて、そんな感じで、センターが斉藤京子ってこととジャケ写の情報だけで喋ってみました。今週のヒナアイデフォーメーション発表がなかったので語ってみました。何よりも斉藤京子のセンターは嬉しいです。前回に予想した通り、斉藤京子は歌に集中してパフォーマンスはメンバーに任せるって体制が見てみたいけど、そうもいかないだろうね。じゃあ締めるよ。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。